レスローザ素敵な名前ね。まあそこも大変な国なんだけどな。準備 OK よ、いつでも行けるわ。よし行くぞお前ら。リム、えっ、海原を埋め尽くす大円か。天空から見下ろせばさぞ絶景だろうぜ。さあ始めようか。最後の仲間が合流し、ついに揃った麦わらの一味。炎の巨像も退け、奪われたすべてのキューブを取り返した。最後に挑むは、動乱の国。凶悪な七部会が彼らを翻弄する。自称、騒乱の王国。ドレスローザの戦い。俺はずっとあんたに礼が言いたかった。ありがとう。どうなっているの？町の中はひどい状態ね。空を覆ってるあれは何？鳥かごよ。この国の象徴のようなもの。ドレスローザってことは、またあいつらと戦うことになるんだよな。あいつら？この国にはドン・キホーテファミリーっていうおっかねえ奴らがいて、現実世界ではそいつらとの戦いになっちまったんだ。私、サンジ君、チョッパー、ブルックの4人は途中で離れたんだけど、かなり激しい戦いだったみたい。ここでの結末はどうなったの？あん時は俺がドフラミンゴをぶっ飛ばした。じゃあ決まりね。そのドフラミンゴをレッツゴー。ノリが軽すぎるわ。マリンフォードの事件で自分たちの力を知った一味は、それぞれに力をつけ2年後に再集結を果たした。道中海賊のトラファルガー・ローと同盟を組んだルビーは、王家七部会ドン・キホーテ・ド・フラミンゴが統治するドレスローザ王国に到着した。ここで
ドフラミンゴに連れ去られた牢の奪還に動き出したルフィだが、その最中国に渦巻く闇を知り、ドフラミンゴの討伐を決意する。そしてついに麦わらの一味はドレスローザ王国の闇を国中に暴くことに成功。怒れるドフラミンゴは全てを葬り去るため、鳥かごなる大技を発動したのだった。ということは、本当にひどい。これもドフラミンゴがやったの？いや、建物とかが崩れてるのはドン・キホーテファミリーの幹部がやったんだ。みんなの家を壊すなんて、と…なあなあ、まずいまずい。そんなことって、国王とフラミンゴを信じてたのに。ひどいわ。私たちずっと騙されていたのね。そんな嘘だろう。10年前のあの事件も奴らが仕組んだことだったなんて。平和を愛していたかつての王を極悪人に仕立て上げ、それを倒して英雄になることで国を乗っ取っていたなんて。ねえ、今の話って。ええ、似ているでしょ、あの時のアラバスタの状況と。ドレスローザでもあれと似たようなことが起こる。ドフラミンゴの野郎は10年前にまんまとやり遂げやがったのさ。けどそいつはすでに明るみになってるみてえだな。道理で鳥籠が発動されてるわけだぜ。
どういうこと？あいつは全てを揉み消すつもりなんだ。この国の真実が漏れる前に島中の人間を皆殺しにすることでな。ひどい。大丈夫だ。そんなこと俺たちがさせねえ。ドレスローザの国民たち、および客人たち。真実を知り、俺を殺してと思うやつもさぞ多かろう。だからゲームを用意した。この俺を殺すゲームだ。俺は王宮にいる。逃げも隠れもしない。この命を取れれば、当然そこでゲームセットだ。もう一つだけゲームを終わらせる方法がある。今から俺が名前を挙げる奴ら全員の首を君らが取った場合だ。ミンゴのやつ何言ってんだ。忘れたのかルフィ。俺たち懸賞金をかけられたんだよ。見ろ、こいつらこそがドレスローザの受刑者たちだ。国のため、仲間のため、家族のためだ。遠慮しねえで、ぶっ殺してやれ。この国の全員がハンターだ。ドフラミンゴのいる王宮に向かいましょう。鳥かごが閉じる前に蹴りをつけねえとな。よし、急ぐぞ。気づかなくて当然さ。おもちゃにされた人間の記憶は人々から失われる。気づけって方が無理ってもんさ。人がおもちゃにされた。ああ、ドン・キホーテファミリーの幹部シュガーってやつの能力だ。おもちゃに変えられた人たちは昼は人々を楽しませるおもちゃとして過ごし、夜は闇取引を行うための交易口で誰にも知られることなく働か、そしてそのシュガーを見越しみんなを元の人間に戻したのがこの俺ってわけだ。本当に？おいおい、疑ってんのか？今の話は本当よ。その証拠にウソップには私たちの中で一番高い5。そう、ウソップって実はすごかったのね。実はって
あのなあ、こんだけ一緒に冒険してきてそれはねえだろう。こいつがこの王の大地へ上がるリフトか。びくともしねえな。鍵もかかってんのか。王家の門が刻まれてる。王族なら何か知ってそうね。王族か。俺たちが話せそうなのはレベッカだな。ルフィ、レベッカに会いにコロシアムに行こう。ああ、わかった。レベッカって？弁当3つもおごってくれた。いいやつだ。いや、それじゃわからねえだろう、ルフィ。レベッカはドフラミンゴの策略で国を追われた戦王の孫だ。捕まってコロシアムの剣闘士にされちまったのさ。それに今は私たちと同じく懸賞金をかけられているわ。そのコロシアムって場所に行かないと。お？さっぱりわからねえ。ということは、前にコロシアムに行った時に通ったかもな。おい、やめろって。海兵が一般人に、違う、体が勝手に、うわー、ダメだ。まさか操られてるってのか。やめて、撃たないで。くそ、レディが危ねえ。俺が食らえ。まだだ。おい、
け。これで終わりだ。まずいわね、こいつ。待ちなさい。えい、おい。アンス。何、礼はいいって。それよりリディ、怪我はなかったかい？はい。しかし一体どういうことなんですか？この海兵さん、ドフラミンゴの糸だ。あいつが町中の人を操ってんだ。ええ、この海兵さんだけじゃなく何人もね。大勢の人を糸で操って危機を煽り、助かりたければ懸賞首を彼と促す。それがドフラミンゴの狙いなのよ。あの野郎、ろくでもねえことを考えやがるな。ねえ、このままだとレベッカが。ああ、こいつは急いだ方がいいな。恐らくだが、この道をまっすぐ進めばコロシアムに着くはずだ。よし、みんな行こう。お前ら遅れるんじゃねえぞ。どけよお前。そいつらを任せる。ぶっ飛ばしてやる。幸せパンチ。俺の方はいつでもいいぞ。三刀流奥義、一大三千大戦世界。とうとう俺を本気にさせやがったな。すぐ行くぞ。うっさべゴールデンパウダー。くそ。セカンド、ゴムゴムの。この地区
どうフランキー、この道に見覚えはある？思い出してきた。コロシアムはこの先で間違いね。おい、本当に合ってんのか？ゾロは口出ししちゃダメ、方向音痴なんだから。よっ、リムさんは分かっていらっしゃいますね。見えたぞ、コロシアムだ。大きな建物、あの中にレベッカがいるのね。おう、多分な。この辺も大変なことになってるみたいだな。さすがに大会は終わってるか。どうせなら俺も出てみたかったんだが。大会？なあ、このコロシアムで行われたエースのメラメラの実が優勝賞品になった大会だ。あのエース？ルフィのお兄さんの？まあな。だからルフィもルーシーって姫を使ってその大会に出場したんだが。サボが来てメラメラの実を食うって言うから途中で入れ替わったんだ。死んだはずのサボが現れた時はすげえ驚いたけどな。サボ？また知らない人の名前ね。その人は誰？リム、悪いけど話はそこまでよ。早くレベッカを探さないと。あ、そうだったわ。コロシアムの入り口はどこにあるの？それならこの道を進めばあるはずだ。よし、みんな行こう。今なんか聞こえたような。降りちまってるな。これじゃ入れねえぞ。ぬい、中に誰かい？ここにそのレベッカちゃんがいるんじゃなかったのか？おかしいな、ここにいると思ったんだけどな。まずはこの辺りを探してみましょう。あまり
つ。ウィーハッハッハ、死ね麦わら。殺して奪ってやる、ゴムゴムの実。お前何言ってんだ、そんなもんやるわけねえだろ。ウィついでに周りの連中もまとめて全員ここで死ね。ぶっ飛ばしてやる。でもいいぞ。三刀流奥義、一大三千大戦世界。こんなもんか、甘えな。緑星ドクロ爆発そう。なんで私なのよ。覚悟はいい。雷雲ラスト。こんなもんか、アメハド。きっちり型をつけるとするか。邪魔だ。お、俺から行く。必殺ヒルトリボシ。なさい。ハードエロー。もう気は抜かねえ。刀の旅にしてやる。してるぜ麦わら。あれだけ殴ったのが効いてねえってのか。クソ頑丈のやつ。悪魔の実の能力は俺が奪ってやる。お前が本当に欲しいのはこれだろバージェス。てめえは弟とその仲間に手を出すな。ザボー、こいつ強えな。
切り取ります。なんで私なのよ。ウェザーエッグ生まれておいで雷ちゃん。サンダーブリードテンポ。刀がうずく。いくぞ三刀流奥義一大三千大戦世界。こんなもんか。甘えな。流走拳龍の息吹。きっちり型をつけるとするか。三刀流黒上大竜巻。なかなかやるわよ。いくわよ。サンダーチャージ。ウィングアーム。やるなルフィ。強くなった。俺が構わねえ。それが一番だ。よっしゃ。ようやく感覚。俺の体はようやくから。力を取り戻せたみたい。マリモのやつに。サボ一緒に戦ってくれてありがとな。気にするな。あ、レベッカちょうどいい。お前に用があったんだ。え、その声あなたもしかしてルーシー。ちょっと手伝ってほしいんだ。一緒に来てくれよ。ええ、でもどこに。あそこでミンゴが待ってる。上に登るために鍵が必要なの、レベッカ。鳥かごが閉まる前にミンゴのやつをぶっ飛ばさねえと。逃げたか。以降ルフィのバックには俺がついてる。よく覚えとけ。あなたもルフィのお兄さんなの。お前エースのことも知ってるのか。ええ、あの戦場でルフィと一緒に戦ってる姿を見たわ。そうか。あいつは強かっただろう。すごく強かったわ。押し寄せる海軍の人たちを次々倒していた。それは見たかったな。それにしても3人ともあんまり似てないのね。俺たちは義兄弟だからな。ん？まあでもそんなことはどうでもいい。あいつは弟で俺たちは兄。ルフィもエースも俺の大事な家族だ。エースにはエースの、ルフィにはルフィの冒険がある。俺はそれに口を出さないが、もし俺に助けを求めるなら世界のどこにいても駆けつける。そう。
まあ。ええ。悪いな。